こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は東京一極集中というテーマのお話を聞いていただきたいと思います。はい、東京一極集中是正に壁というニュースですね。安倍政権が地方創生を掲げて間もなく5年が経ち、2019年度で第1期が終わる。政府は東京一極集中の是正を目指したものの、東京圏への人口流入はむしろ増加している。安倍政権が掲げた地方創生は2019年度で第1期の5年間が終わる。地方に仕事を作る、地方への新しい人の流れを作るなど4つの基本目標を設定し、企業の本社機能の東京から地方への移転や政府機関の移転などに取り組んできた。元気な高齢者の地方移住を促すなどもまとめた。地方に移住する人に現金を給付する制度なども作った。地方の稼ぐ力を高めようと、観光地経営組織や地元を丸ごと売り込む地域商社の設立も後押ししてきた。東京23区に立地する大学の定員抑制のように賛否が分かれる課題にも踏み込んだと。まあそういうニュースですよね。まあ要するに、政府は地方創生というのをまず旗印として掲げていますと。で、実際5年間でいろんな政策もやってきましたと。しかし結果は地方の過疎化っていうのは止まらず、むしろ東京一極集中は加速していますと。まあそういうニュースだと解釈していいんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと、数字を実際見てみたいと思うんですけど、一つは東京圏への転出超過数が多い自治体ですね。要するに地方から東京に行った人の数の方が、東京から地方に移ってきた人の数より多いと、ね、地方から東京に行った人よりも東京から地方、あ、ごめんなさい、地方から東京に行った人の数の方が多いということですよね。東京から地方に来た人よりもね。その東京圏への転出超過数が多い自治体ということですよね。1番名古屋、2番、4590人ね、1年間で、まあ、東京の方により多くの人が出ていったということですよね。2番、仙台、札幌、大阪、福岡、神戸、新潟、広島、京都、宇都宮、熊本、静岡。もうここまで全部県庁所在地ですよね。その県の一番大きな都市の人でさえ、ね、東京圏へ、移住していってるということですよね。その県の県庁所在地の人でさえ、ね、実際は東京に、移っていってるということですよね。名古屋から東京、もしくは仙台から東京、札幌から東京、大阪から東京ということですよね。まあ、こういう県庁所在地でさえ東京圏に、移っていってるわけだということです。はい。もう一つは外国人比率上位には、軍、区部が多いということで、じゃあ外国人は日本のどこに、来ているのかということですよね。日本全体の平均としては 2% ぐらいです。日本の全体の平均としては 2% ぐらいですね。要するに、まあ、1億2500万人のうちの、まあ、266万人ぐらいが、まあ、外国人が、まあ、日本に住んでるということになるわけですけど、まあ、その 2% を大きく超える場所っていうのはどういったところかっていうと、まあ、東京と新宿区ですよね。まあ、東京の繁華街、新宿ですよね。ここは外国人比率が 12.4% ということで、まあね、9人に1人とか、ね、下手すると8人に1人ぐらいはもう外国人ですということですよね。東京都豊島区 10.4%、 10人に1人ですよね。ね、埼玉県ですね、それから東京都荒川区、東京都港区、東京都台東区ですね。もうこの辺っていうのはまあ大体 8.9%、 7.8%、 7.7% ということで、まあ、11人もしくは12人に1人はもうね、外国の人が住んでますよと、まあ、いうことですよね。要するに、ね、日本人も東京圏にどんどん移転していってるわけですけど、じゃあ外国の人は日本のどこに来てるかって言ったら、はっきり言ったら東京だということですよね。外国の人も東京に来てると。日本人も東京に移転し、外国の人も東京に住んでると。まあ、移ってきてるということですよね。だから、まあ、二重の意味で、日本人も東京、外国人も東京ということで、まあ、二重の意味で、東京の一極集中というのは加速しているということですよね。
はい、でなんでこう東京一極集中なのかと、ね、安倍政権が5年間でいろんな政策を打っても実際東京一極集中というのは加速しているわけですよね、まあ、地方の過疎化は進み東京の一極集中というのは加速しているわけです。でなぜ東京一極集中なのかということなんですけど、もうこれは簡単ですよね、時代の流れと、ね、もう必然なんですよね、なるべくしてなっているということです。はい、川の流れのように川は上流から下流に流れるのが自然ですよね、川っていうのは上流中流下流というふうに上流から下流に流れるのが自然だと、ね、人間が人工的に下流から上流へと流れを変えるのは不可能ですよ ね。もう川っていうのは上流から中流下流というふうに流れていく、ね、それを人間がなんかいろんなことを人工的にやって下流から上流へと流れを変えていくっていうことはこれはもうできないということです。不可能だということですよね。同じように人間が地方から都心に移動していくのも自然な流れであると、そっちの方が普通なんですよね。当たり前なわけです。それを政治という人為的な政策で変えることなどできないと、ね、結局人っていうのは常に地方から都心へ地方から都心へというところに、ね、移っていこうとするわけですよね。そっちの方が本能的に当たり前だし自然なわけです。それを政治という人為的な政策で変えることなどできないということです、ね、これはだからどこの政党が、ね、政権を担当しているのかとか誰が内閣総理大臣なのかとかっていう問題じゃなくて、そもそもできないことをやっているということなんですよね。でなぜ地方から都心っていうのが当たり前の流れなのかと、必然の流れなのかと、ね、自然な流れなのかっていうことなんですけど、これも簡単ですよね。都心の方が人が多いからです、ね、人が多いからだから人が多いところに他の人たちも集まってくると、他のところからも集まってくるわけですよね。わざわざ人が少ないところには行かないわけですよ。人っていうのも、ね、はっきり言ったらね、虫なんかと同じで明るいところとかね、活気があるところとかエネルギーがあるところが好きなんですよね。活気もない、ね、暗い、エネルギーも低い、そんなところにね、行きたいなんて思ってる人っていうのはいないわけですよね。みんな活気があるところに行きたいわけですよ。エネルギーがあるところに行きたいわけですよね。でそういう、こう人が多いってことはそれだけ活気もあるしエネルギーもあるわけですから、だから当然人はそっちの方に移動していくわけです。何もわざわざね、活気がないところ、元気がないところ、暗いところ、衰退していくところに行きたいなんて思う人っていうのは本能的にはいないということです。はい、だから人が多い、だから都心の方が当然機会チャンスっていうのも多いですよね。機会チャンスってどうやってもたらされるんですかって言ったら簡単ですよね。人からもたらされるわけですよ、ね、ある人が、ね、結局機会チャンスの、ね、を提供してくれるわけですよね。こう自力で自分で何かね作り出すものではなくて、ね、人が機会チャンスっていうのを自分にこう運んできてくれるわけですよね。それがまさに運ということになるわけです。運がいい人っていうのは簡単に言ったら人から機会チャンスっていうのがどんどんね、流れてくる人のことを、まあ、運がいい人というふうに言うわけですよね。何もなんかこう超常現象で、ね、いきなり機会チャンスが目の前に現れるわけではなくて、人との関係が良くて、でその人との関係の中から機会チャンスっていうのがね、自分のところに流れてくるわけですよね。運ばれてくるわけです。それが運ですよね。だから都心はね、当然人が多いわけですよ。人が多いってことはそれだけ機会も多いわけです。で人の多い人の中から機会っていうのが自分のところに来る機会、チャンスっていうのも当然多いわけです、ね、だから機会チャンスが多いところに当然人は行きたいわけですよね。で当たり前に都心の方が魅力が大きいと、ね、その街の魅力ですよね、結局人が多い、機会チャンスも多い、ね、だから当然その都心の方が、ね、地方よりも魅力が大きいということです。でこれはもう必然ですよね、もうこれはもう仕方がないというか、もう当たり前のことが当たり前に起きているということになるわけです。はい、で魅力が大きい場所に移転したいっていうのはもう人間の本能ですよね。自分はね、住む場所を選べるわけですよ。自分は住む場所を選べるわけです。住む場所が選べて、じゃあどっちに行きたいですかと、魅力が小さい場所と大きい場所のどっちに行きたいですかと、ね、機会チャンスが少ないところと機会チャンスが大きいところとどっちに行きたいですかって言った時に、魅力が大きい場所に移転したい、もしくは魅力が大きい場所に住みたいっていうのはこれ人間の本能ですよね。だから当たり前に、ね、地方から都心っていう、ね、人の流れが起きていて、それは決して政策とか政治などで変えることができるものではないということです。
はい、ここからはちょっと個人的な感想を少しなんですけど、まあ、私はですね、鹿児島にですね、ずっと住んでいて、まあ、鹿児島っていうところで、まあ、40年以上生活していて、でそこから鹿児島から東京に引っ越してきて今東京で生活してるんですけど、まあ、その個人的な感想ということですよね。じゃあ鹿児島の方が東京より良かったことって何かあったかなって言ったら、もちろんあったんですよね。まあ、鹿児島より東京の方が 100% ありとあらゆる全ての面で優れてるとはもちろん言えないです、ね、もちろん鹿児島の方が良かったなって思うこともあります。例えば、ね、鹿児島の方がご飯が美味しかったというのがありますね。まあ、鹿児島は農業県なので、ね、お肉とかお魚とか、ね、あとお米とかお茶とかですね、まあ、そういったものっていうのはすごくやっぱりね、新鮮で、ね、いいものっていうのが多かったんですよね。お米も美味しいし、お茶も、ね、美味しいし、あとは、ね、お肉ですよね、牛、豚、鶏ですよね。鹿児島の黒牛とか黒豚とか、ね、もしくは鶏とかね、そういったものはすごく美味しかったし、あとはね、その海洋の県ですよね。海に面している、太平洋とか東シナ海とか近郊湾とか、まあ、そういう、こう海に面している県なので、まあ、お魚の、も新鮮で、すごく美味しかったというのはあります、ね。これはもう鹿児島は、ね、全然東京なんかに負けないぐらい、美味しいご飯っていうのが、ね、食べられるという場所ですよね。あとは本当に個人的ですけど、ね、大規模なスポーツジムというのがありました。ね、未だに、ね、今東京に移ってきて、ね、もう3ヶ月以上経って4ヶ月目ということなんですけど、未だにあの鹿児島のあの充実したスポーツジムと同じぐらい魅力的なスポーツジムっていうのを東京で見つけることができてないということですよね。圧倒的にね、もう広さが違うんですよね。鹿児島のスポーツジムってものすごく広くて、それこそプールもね、コースの数が多かったし、ね、レッスンのスタジオも広かったしね、スタジオの数も多かったし、置かれてるあのマシーンとか器具のね、充実度とかっていうのも全然鹿児島の方が、もちろんね、私が知らないだけで、東京に鹿児島以上のスポーツジムが実際は存在してるのかもしれないんですけど、少なくても私は未だに、まあ、見つけることはできてないということです。少なくても私が住んでいる近辺にはないということですよね。東京の方がスポーツジムの数自体は多いんですけど、ね、東京の方がスポーツジムの数自体は多いんですけど、ほとんどがプライベートのジムなんですね。なんかこうマンションの一室でやってるようなジムっていうのが東京はやたらと多くて、なんか1対1のマンツーマンのね、そういったこうプライベートのスポーツジムっていうのはもう東京は圧倒的に数が多いんですけど、ね、まあ、スポーツが苦手というか、スポーツが嫌いな、ね、私としては、ああいうこうなんか1対1で、ね、たまに週1とか週2とか、たまに行くようなスポーツジムっていうのはちょっとね、合わないんですよね。こう それぐらいで運動ができるぐらいだったらとっくにね、運動してたんですけど、ね、鹿児島の場合はものすごく施設が充実してたので、ね、プールのコースの数も多かったし、もう施設全体がものすごく広かったし、ね、そのスポーツ、スタジオレッスンですよね、それこそエアロビクスとか、ね、格闘技系とか筋力トレーニング系とかヨガとか、まあ、そういったレッスンっていうのはものすごくたくさんあったので、本当にね、週5回とか週6回とか、スポーツジムに行っても、全然気持ちがいい時間が過ごせたという、まあ、そういった、ところがありました。まあ、ここに関しては、まあね、鹿児島の方が良かったかなというふうに思います。だから、まあ、地方が 100% 東京より、ね、劣ってるとか、まあ、そんなことはもちろんないと思うんですよね。地方の方がいい部分っていうのも、まあ、あると思うんですよ、各都道府県でね。100% 地方の方が劣ってて 100% 東京の方が優れてるってことはないと思うんですよね。ただそれを、置いたとしても、やっぱり東京に引っ越してきて良かったことっていうのは、まあ、はるかに上回ると、ね、その、鹿児島に住んでた時に得ることができてた、ね、メリットを、まあ、犠牲にしてでも
東京に引っ越してきて得ることができているメリットの方が圧倒的に大きいというのが、まあ、正直な感想ということになります。まあね、例えばすごい人っていうのがやっぱ東京にはたくさんいるということですよね。まあ、お金の面で言えばね、年収数千万とか数億円とかね、そんな人たちってゴロゴロいますよね。もう本当にね、同じマンションの中にも当たり前にいるし、隣のマンションにも当たり前にいるしみたいなね、もう本当に徒歩、数分圏内にね、すごい人っていっぱいいるんですよね。まあそれはもう全然鹿児島なんかでは体験することはできなかったことです。もう東京だとね、そういう人たちばっかりと言っても過言ではないぐらい、ね、同じマンションにもすごい人は住んでるし、隣のマンションにもすごい人は住んでるしみたいな、まあ、そういう、まあね、人の、まあね、レベルが高いという感じですよね。まあ、そういうすごい人っていうのが、まあ、逆に普通に当たり前にたくさんいるというところですよね。まあ、これはすごく大きいと思います。まあ、人生って究極何ですかって言ったら縁起なんですよね。もう人生って一言で言ったら何なんですかって言ったら縁起なんですよ。縁によって起こってる、ということですよね。だから自分は誰と時間を共有してるのかっていうのがもう人生においてはほぼ全てなんですね。人生っていうのは誰と時間を共有してるのかっていうのがもうほぼ全てなんですよ。そしてその自分が時間を共有してる相手の影響を受けながら自分の人生も展開していくんですよね。だからもう基本的に、まあ周りの人たちの影響を受けながら、その周りの人たちと同じような人間、同じような人生になっていくわけなので、当然東京っていうのはもうね、こういうすごい人っていうのがもう本当にね、すごい人が当たり前っていうかね、すごいのが当たり前みたいな、まあそういう基準値が全然違うので、その影響っていうのはやっぱ計り知れないぐらいやっぱね、プラスがあると思いますね。なんかね、その基準が上がりますよね、簡単に言うとね。ね、もうそのなんか年収数千万円とか数億円の人たちとかっていうのがね、本当にね、当たり前にね、たくさんいるので、ね、だから、ね、自分の基準っていうのも当然上がりますよね。なんか鹿児島だったら、ね、これぐらいでもね、全然いいかなとか、ね、いう感じだったとしても、東京だったらね、それよりもね、1桁も2桁も3桁も、それこそ資産ね、数十億、数百億とか、そんな人たちもやっぱ東京だったらいますからね、全然ね、だから、まあ、そう簡単に言うと、そのすごい人がたくさんいるので、もう基準も簡単にね、自分の基準も簡単に上がるということですよね。まあ、このメリットっていうのは計り知れないぐらい大きいと思います。はい、あとは、まあ、例えば魅力的な行事がたくさん開催されているということですよね。やっぱり人がたくさんいますから、大規模なね、イベント行事、っていうのも、すごくやっぱりね、東京、もしくはそのね、東京から電車で1時間ぐらいの横浜、ですよね。まあ、東京、横浜ぐらいで考えると、ね、まあ、日本で一番ね、魅力的な行事っていうのは基本的にこのね、東京圏、首都圏で行われていて、まあ、そこに当たり前に普通にね、ほんと30分1時間ぐらいでね、行くことができるということですよね。だから鹿児島に行った時よりも東京に出てきた時の方が圧倒的にフットワークが軽くなりますよね。ね、あの東京はそれだけこうね、あ、ちょっと行ってみたいなとか、会ってみたいなとね、あの人に会ってみたいなとか、その行事出てみたいなって思うような、まあ、そういう魅力的な人とか魅力的な行事っていうのがやっぱたくさんあるので、当然東京にいるとね、じゃあそこまで行くのに30分で行けるとか、じゃあそこまで行くのに1時間で行けるっていうことで、考えると、圧倒的にやっぱ東京の方がフットワークが軽くなるということですよね。それこそあの子育てですよね。今、私には、まあ、7歳の娘と2歳の息子がいるんですけど、ね、その娘息子を、ね、なんか連れて行ってあげたいなって思うような場所っていうのが、ね、まあ、連れて行ってあげたいような場所とかイベントっていうのも、ね、あのすごく、多いし、まあ、個人的にはね、鹿児島だったらめったにね、なかなか、出席できなかった、まあ、例えば株主総会とか裁判の傍聴とかね、まあ、そういうなんかね、すっごい勉強になるようなものっていうのもね、簡単に、まあ、出席してね、勉強に行くことができるということですよね。まあ、こういう魅力的な行事もたくさん開催されているということですよね。まあ、機会チャンスをそれだけつかみやすいということです。あとは交通機関が充実していて、とにかく便利ということですよね。まあね、あの時間帯にもよるんですけど、ね、あの出勤時間とかね、こう帰る時間とか、その朝の8時から、ね、10時の間とか、ね、夕方の、ね、なんかね、18時から
ね、19時の間とか、あのこう通勤時間っていうのはちょっとね、なかなかこう地下鉄とかは使えないんですけど、ちょっとあんなね満員電車にわざわざ乗る必要がないので、使えないですけど、まあ、それ以外の時間っていうのは結構ね、地下鉄でも簡単に行けるし、まあ、ちょっと地下鉄で時間かかるっていうんだったらタクシーを拾うとか、あとはやっぱかかね、空港ですよね。羽田空港とか成田空港が近いというのもすごくやっぱ大きいですよね。だから例えば海外に行きたいって言った時に、鹿児島だったら一回鹿児島から羽田とか鹿児島から成田に行って、そっからもう一回っていうような場合っていうのも多かったんですけど、東京に住んでれば、まあね、直接羽田から直接成田から、ね、飛行機に乗って移動できるっていう意味で、まあ、そういう意味でやっぱりね、フットワークがすごくこう軽くなりますよね。だからもうそういう意味ではやっぱ環境人間関係っていう意味ではもう計り知れないぐらいやっぱりメリットが大きい、まあ、鹿児島にいた時に失ったね、こういったご飯が美味しかったとか、大規模なスポーツジムがあったとか、まあ、こういうねデメリットをね、考慮したとしてもね、その人とか、行事とか交通機関とか、まあ、こういう利便性ですよね、こういったものを考えると圧倒的にやっぱ東京に引っ越してきてよかったというふうに、まあ個人的には思ってます。まあこれはあくまでも個人的な感想ということですよね。はい、そしてまあ愚者と賢者っていう話をね、ちょっとこう復習したいと思うんですけど、まあ愚者ってどんな人なんですかって言ったら、他の人だったらできないことだったとしても自分だったらなぜかできると考えている人、まあこういう人を愚者とね、愚か者というふうに言うわけですよね。他の人だったらできないことだったとしても自分だったらなぜかできると考えている人は、これは愚者と愚か者ということです。なんでかっていうとね、まずは人の能力っていうのはそんなに変わらないっていうことなんですよ、ね、人の能力っていうのはほとんど変わらないんですね。人が思うほどほとんど変わらないんですよ。みんな同じぐらいの能力なんですよね。で、結果に違いがあるのは、その人の集中度合いなんですよね。例えばあのね、脳みその脳、人間の脳みその脳、っていうのを考えた時に、基本ね、その人の脳っていうのはみんな同じです。能力はその脳みその力、能力っていうのは基本みんな一緒です。だけど出してる結果が違いますよね。で、それなんでなんですかって言ったら、簡単に言ったら集中具合なんですね。ね、あの結果が出せない人っていうのはやることが多すぎるんですよ。ね、だから100の能力をね、例えば100の出来事を、100やらなければならないことに使うと、ね、100の能力なのに100個もやらないといけないってなると、一つのことに能力を1ずつしか使えないですよね。だから結果が1しか出ないわけですよ。ね、今日はね、朝からこれをやって、これをやって、これをやって、昼はこれをやって、これをやって、これをやって、夕方はこれをやって、これをやって、これをやってってやると、ね、その人は能力はちゃんと100持ってるんだけど、やることも100持ってるから、結果的には1個ずつに対して1の、エネルギーしか使えないから、だから結果が1しか出ないんですね。じゃあ結果が出せる人っていうのはね、能力100なんだけど、極論一つのことしかやらないんですよ。あとのことはもう切り捨てちゃうんですよね。もう捨てちゃうんです。もうあのね、いい意味で諦めるんですよね。それはもうだから今から伸びるかとか、今から成長するかとか、この分野は勝てるかとか、そういう、いろんなね、切り口で考えたときに、いや、これはもう今からね、伸びないとか、衰退していくしかないとか、機会チャンスが小さいとかね、もしくは自分のね、今までの過去の経験記憶だと、ね、もうちょっとこの分野では1位は取れないと、1位を、取れないという分野っていうのはもう潔くこう、諦めていくわけですよね。切り捨てていくわけです。で、これは今から伸びるとか、ここには大きな機会チャンスがあるとか、これだったら、この分野だったら自分は1位を目指せるとか、まあ、そういったところを1個見つけて、そこに全部の100の能力を全部集中させるわけですよ。だからその人は結果が1じゃなくて100っていう結果が出せるんですね。ただ能力自体は一緒なんです。ほぼ同じです、ね、人によって能力の違いっていうのはないんですね。みんな同じ能力なんですよ。みんな同じ能力なのに、他の人だったらできないことだったとしても自分だったらなぜかできると考えているのは愚者だっていうことなんです、ね、あの人も100なんですよ。自分と同じで、自分も能力100、あの人も能力の100、同じ能力なのになぜか他の人だったらできないことだったとしても自分だったらできるって考えるのは、これは愚者だっていうことなんです、ね、でもう一つは、ね、他の人もやっぱりその人はその人なりに一生懸命生きてるんですね。本人は幸せになりたいんですよ。できることなら成功したいんです、ね、それ全ての人一緒ですよね。
自分もね、人生は幸せに生きたいんですよ。そしてできることなら成功したいんです。みんな幸せになりたいし、みんなね、成功したいって望んでるんですよ。だから、その人はその人なりにですよ。その人はその人なりに一生懸命頑張ってるんですね。他の人から見たらね、それは頑張りが足りないとかね、ね、もっと気合を入れた方がいいとか、根性を出した方がいいとか、努力した方がいいって見えたとしても、本人は幸せになりたいんですよ。本人はできることなら成功したいんです。ってことは本人は本人なりに一生懸命頑張ってるんですよ。だから相手は相手なりに一生懸命頑張ってるのに、自分の方がもっと頑張っていい結果が出せるっていうのは愚者だってことなんです、ね、それは相手は相手なりに頑張ってその結果なんだったら、自分もやっぱりそれぐらいの結果しか出せないんですね。だから能力はほとんど同じ、そして相手は相手なりに頑張ってる、ね、だから自分とほぼ同じ能力の人が頑張ってその結果なんだったら、自分もやっぱり同じぐらいの結果しか得られないっていう風に、ね、考えるのが普通なのに、なぜか他の人だったらできないことだったとしても自分だったらできると考えるのは、これはもう完全に愚者ということですよね。愚か者ということになります。学校の成績じゃないんですね、愚者とか賢者っていうのはね。愚者っていうのは学校の成績が悪い人で、賢者っていうのは学校の成績がいい人ってことじゃなくて、そうじゃないんですよ。学校の成績なんか関係ないですからね。学校の成績が良くて、ね、例えば高学歴の人だったとしても、愚者っていう人たちはたくさんいます。ね、本当になんかね、高学歴ですごくね、難関大をね、卒業してるから、だから他の人だったらできないかもしれないけど、自分だったらできると思ってね、全然ね、結果が出ない、っていう人たちもいるし、逆にね、はっきり言って高校は卒業さえしてないと、ね、高校は中退してるけどっていうことで、ね、でもね、本当に年商何十億とかね、社員数何百人とかね、って言って大成功してる方もいるので、その学歴の話じゃないですね。愚者と賢者っていうのはね、学歴は全然関係ないです。そうじゃなくて、愚者愚か者っていう人たちは、他の人だったらできないことだったとしても、自分だったらなぜかできるって考えるっていうことですよね。これが愚者ということになります。じゃあ賢者ってどんな人なんですかって言ったら、誰がやっても簡単にうまくいくことを自分も実際にやるということです。誰がやっても簡単にうまくいくことを自分も実際にやるんですね。勉強するんじゃないんですよ。考えるわけじゃないんですね。実際にやるんです。ね、結果が出るっていうのは、ね、勉強の結果じゃないですよね。ね、勉強の結果で成功できるわけじゃないですよ。ね、それだったら簡単ですよね。勉強しさえすればいいわけですから。ね、勉強で成功できるんだったら誰だって簡単に成功できますよね。ね、研究してるとか考えてると、いや、私は考えてるんですと。一生懸命考えてるんですと。ね、考えて成功できるんだったらみんな成功してますよ。みんな頭でいろんなこと考えてますから。ね、そうじゃないですよね。成功してる人っていうのは実際にやってる人なんですよね。だから誰がやってもうまく、簡単にうまくいくことを自分も実際にやる人です。これが賢者ということになりますよね。はい、ということで、愚者っていう人はね、環境も変えないと、人間関係も変えないと、自分の勉強や努力などで人生を変えようとしているということですよね。これが最も苦しい生き方ということになります、ね、人生で一番苦しい生き方っていうのは、環境も変えない、人間関係も変えない、自分の勉強や自分の努力で自力で人生を変えようとしている人ですよね。こういう人が一番人生が苦しいと、ね、本人は猛烈に頑張ってるのに全く結果が変わらないから一番苦しいわけですよね。ね、これがもうね、一番苦しい生き方ということです。不可能なことに努力してるってことなんですよね。一言で言うとね、環境も変えませんと、人間関係も変えません、だったら人生絶対変わんないんですけど、ね、だけどなぜか自分の勉強とか自分の努力とか、ね、そういう自力で人生を変えようとしてるっていうのは、もうこれはね、はっきり言ったら結果が出ないので、ね、不可能なことに挑戦しながら一生懸命頑張ってるって結果が変わんないわけですから、最も苦しいということになるわけですよね。こういった、ね、考え方をする人は愚者ということになります。で、賢者っていうのは何かっていうと、環境実際変えるんですよ、ね、もう変えちゃうわけです、環境をね。で、人間関係実際変えるわけですよ、ね、これ順番が、ね、変わってる人がいるんですよね。
結果が変わったら環境を変えようとかね、結果が変わったら人間関係を変えようっていうふうに思ってる人が、ね、99% なんですよね。自分は今こういう結果なんだけど、結果が良くなれば、成功したら、夢が叶ったら環境を変えますとか、ね、結果が変わったら、ね、成功できたら、夢を叶えたら人間関係を変えますっていうふうに考えてる人が 99% なんですよ。で、逆なんですよね。成功したいから環境を変えるんですよね。夢を叶えたいから人間関係を変えるんですよ。これ逆なんですよね、完全にね。ね、夢を叶えたいから環境を変えて人間関係を変えるわけです。成功したいから、だから環境を変えて人間関係を変えるんですね。そしたら成功してる人と何らかの人間関係を作ることができたら、ね、そしたらその人の考え方とかやり方っていうのを素直に学んで、自分も同じようにやって成功するわけですよ。ね、夢を叶える最速の方法って何なんですかって言ったら、夢を叶えてる人と1秒でも多くの時間を共有することなんですよね。もし夢を叶えたいというのであれば、夢を叶えている人と1秒でも長い時間を共有することなんですよ。そしたら夢を叶えている人は絶対自分と違う考え方を持ってるんですね。絶対自分と違うことをやってるんですよ。で、だからそれを発見して、自分もそれを素直にやらせてもらうということなんです。そしたら自分も夢を叶えることができるんですね。だから成功したら環境を変えますとか、成功したら人間関係を変えますとか、こういう条件になったら環境を変えますとか、こういう条件が整ったら人間関係を変えますと。でも今はその条件が整ってないから環境を変えません、人間関係を変えませんっていうのは何も分かってないということですよね。成功したら環境を変えるんじゃなくて、成功したいから環境を変えるんですよね。ね、夢を叶えたいから人間関係を変えるんですよ。で、今の自分の周囲の人たちの関係では絶対夢叶わないから、ね、なんでかっていうと、ね、もしその自分が接してる人が夢を叶えられるんだったら、もうとっくに叶えてるんですよ。でも本人たちはどんなに考えても、どんなに努力しても夢を叶えてないんだったら、その人間関係の中に居続けても絶対夢叶わないんですよ。その人たちは夢を叶える方法を知らないですから、ね、推測ですよね。体験してないんですよ。夢を叶えるにはこうした方がいいんじゃないかなっていう推測はしてたとしても、体験はしてないので、だからその人たちの輪の中にいても絶対に夢は叶わないんですね。夢を叶えたいんだったら、まずはその人たちの輪の中に入っちゃうってことが一番早いんですよね。そしてそれしかないんですよ、方法はね。どうやったらそこに行けたんですかっていうのを、すでに体験してる人から学ぶしかないんですよ。ね、そしたら、ね、明らかに相手と自分には差がありますから、あ、なるほど、自分にはこういう考え方は取ってなかったと、今までそんなことはしてなかったってことは絶対ありますから、それを見つけて、そして自分も素直に同じことをやるんですよ。そしたら結果が変わるんですね。だから愚者は環境も変えず、人間関係も変えず、自分の勉強や努力などで人生を変えようとしていると、ね、不可能なことに挑戦してるから一番苦しいということですよね。で、賢者は環境を変えるんですよ。人間関係を変えるんですね。だから最も賢い頭ね、お金の使い方、最も賢いお金の使い方っていうのは、環境を変えることにお金を使うんですね。そして人間関係を変えることにお金を使うんですよ。これにお金を使うのが一番賢い頭の、お金の使い方ということになります、ね。お金の使い方で人生っていうのは結果が変わってくるわけですけど、何にお金を使いますかって言った時に、環境に変えるためにお金を使うっていうのはものすごい投資対効果がいいんですね。そして人間関係を変えるために、ね、お金を使うっていうのは最も投資対効果がいいんですよ。それこそ人生を通じて10倍、100倍、1000倍、結果が変わってきます。それが最も、ね、お金の使い方として上手だということですよね。はい、愚者と賢者ということで、愚者っていうのは時代の流れに逆らうことにあえて挑戦するということですよね。今回で言えば地方創生ということですよね。まあ、無理ですよね、はっきり言ってね。こうもう衰退していくのが必然なのに、ね、今までも過去の歴史の中で、一回衰退局面に入った地域がもう一回復活したなんていうのは過去数千年ないですよね。例えばエジプトがね、かつて3000年前にピラミッド文明が栄えて、ね、もう一回ね、エジプトが世界の表舞台に立ったとか、ないですよね。ギリシャにしてもそう、イタリアにしてもそうですよね。ローマ帝国っていうのは一回世界を、まあ、席巻したわけですよね。だけど、じゃあ今世界の中心はイタリアですか、ローマですかって言ったら、そんなことないですよね、全然ね。
そういうことを考えたときに、ね、一回衰退局面に入った地域っていうのは、もう一回ね、そこがぐっとこう、ね、世界の表舞台に主役に躍り出ていくってことはもうないんですよ。それはもう川の上流、中流、下流ということで、今からね、それが発展していって栄えていくところが出てくるということなんですよね。だから地方っていうのはもう衰退局面に入ってるわけですよね。人口、日本の総人口が減少していて、ね、明らかに過疎化っていうのはもう進んでるわけですよ。これも必然として進んでるわけですよね。少子化で高齢化で、ね、人口がどん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 ね、少なくなっていってますっていうのは必然ですよね。それを自分の力で人工的にね、何とかしようっていうのは、これはもう完全に愚者ということになりますね。賢者は何なんですかって言ったら簡単ですよね。時代の流れに素直に乗ると、もうそんだけですよ、ね、誰がやっても簡単なことを自分も実際にやるということですよね。あ、だからこれが流れなんだなって言ったら、そこにいい悪いとかね、自分の好き嫌いとか挟まないで乗るんですよ、素直にね。そしたら自分がね、その波のおかげで、流れのおかげで自分もスーッとね、流れていく、つまりいい結果を出していくことができるということですよね。はい。まあもちろんね、政治はこれからも地方創生を掲げ、実際に政策を行い続けるわけです。ね、地方創生ですよね。地方をもう一回ね、よくしていきましょうと。っていうことは、政治は当然ね、どこが政権を取ったとしても、どの党が政権を取ったとしても実際に掲げるし、やります、ね、政策としてね。それはもう当然ですよね。民主主義ですからね、政治っていうのはね。民主主義っていうのは一人一票で多数決ですよね。ね、もう民主主義っていうのはね、人に差をつけないわけですよ。どんな人もね、一人一票。ね、みんな平等ですよね。それが民主主義。そしてその民主主義が土台になって政治っていうのが行われている民主政治ですよね。どんな人も平等ですと。一人一票ですと。ね。そして多数決で物事は決まるということですよね。だ政治が地方を大切にすることはあったとしても、地方を切り捨てるようなことをする、ようなことっていうのは絶対にないということですよね。はい。地方を切り捨てるってことはまずありえないです。どの政党が政権を取ったとしても、いや、私たちはね、もう地方のことは切り捨てますと。ね。一極集中ですと。ね。もう一極集中でやりますということは言えないですよね。もうそんなことをね、口で発したならば、もう自分たちは、まあ、自滅しちゃいますよね。ね。いくら人口がね、東京とか東京圏が多いって言ったとしても、ね、そんなね、他の地方の方が人口はね、全部足せばですよ。ね、東京とね、例えば埼玉、千葉、横浜、あ、神奈川、まあ、そういった東京圏と、ね、それ以外の北海道から沖縄までの残り40何県で、ね、人口どっちが多いですかって言ったら、それは残り地方ね、40何県の方が多いに決まってるわけですから、ね、いやもううち、私たちの政党はね、地方なんか一切考えてませんと、ね、地方に住み続けるっていうのをね、選んでるのは本人ですから、自己責任ですよね、と。で、私たちはね、流れに従って東京圏をね、盛んにしていきます、みたいな。まあ、そんな全国政党があったらもう絶対ダメですよね。もう自滅しちゃいますよね。だから、地方を敵に回すことはできないわけですよ。政党政治っていうのはね。だから、どんな政党だったとしても地方創生っていうのは掲げるし、実際に地方を何とかしようとするための政策っていうのは行い続けるということですよね。もうこれは仕方がないということですよね。まあ、これはもう、だから誰が、どこが政党なのかとか、ね、誰が首相なのかって関係ないですよね。まあ、それはもう当然行われ続けるということです。ね、政治が地方を大切にすることがあっても、政治が地方を切り捨てるようなことはありえないということです。ただ政治が地方創生を掲げることと本当に地方が活性化するかっていうのは全く別だということですよね。政治が地方創生を掲げることと本当に地方が活性化するかっていうのは全く別だということですよね。政治は宿命的に地方創生を掲げざるを得ないんです。しかしだからといって自然の流れに対して人間が人工的に結果を変えられるかっていうのは別の話だということです。政治の地方創生は人工的なもので、東京一極集中というのは自然の流れだということですよね。はい。そこで、まあ、移転の自由ですよね。日本国憲法22条第1項、何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有すると、ね、何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有すると、ね、どこに住んでもいいですよと、どこに移転してもいいですよと、どんな職業を選んでもいいですよと、その自由っていうのは日本国憲法で保障されてるわけですよね。だったら流れに従えばいいんじゃないかと、それが賢者じゃないかという話なんですね。
政治の地方創生に期待するのではなく、一番幸せになりやすい場所に素直に移転するということですよね。自分は幸せになりたいんですと、ね、幸せな人生を送りたいんですって言うんだったら簡単ですよね。ものすごい簡単ですよ。幸せそうに生きてる人たちの中に行けばいいんですよ。簡単に言えばね、環境として人間関係としてみんな幸せそうに生きてる人たちの輪の中に入ればいいわけですよね。何も周りはみんななんかね、暗くて悲観的でネガティブでね、不幸なんか会えば誰かの愚痴不平不満ばっかり言って、泣き言ばっかり言って、なんかみんなが不幸のね話を してる、そんな環境、そんな人間関係に居続けて幸せになれるはずがないですよね。それこそ自分の勉強とかね、努力とか気合とかそんな問題じゃないわけですよ、ね、会う人会う人悲観的、会う人会う人ネガティブ、会う人会う人不幸話、そんな人たちに囲まれながら自分だけ幸せに生きるなんて無理ですよね。物理的に不可能ですよ、ね、自分が見たり聞いたりしてる、ね、その環境が、ね、ネガティブで否定的でっていうところで自分だけ幸せになれる、ね、じゃあどういう勉強すればいいのかとか、どんな資格を取ればいいのかとか、そういうレベルの話じゃないですよね。無理なんですよ。基本的に幸せに生きたいんだったら簡単ですよね。幸せそうに生きてる人たちのとこに行けばいいんですよ、自分がね。そしたら簡単に幸せになれるわけですよ、ね、みんなが明るくて、みんなが前向きで、みんなが笑顔で、みんなが幸せそうにしてるところにいれば、自分だって絶対その影響を受けるわけだから、自分たち幸せに生きられるわけですよ。幸せになったら環境を変えるとか、幸せになったら、ね、例えば人間関係変えるんじゃなくて、今この環境じゃ幸せになれないから、だから環境を変えるわけですよ。この人間関係で幸せになるなんて不可能だから、だから人間関係を変えてもう一回自分の人生やり直すわけですよね。そしたら簡単に幸せになれるわけです、ね、政治の地方創生に期待するのではなく、一番幸せになりやすい場所に素直に移転するということですよね。じゃあそれが、ね、一番楽に簡単に幸せになれると、本当ですよ ね、本当に周りの人が明るい人ばっかりですと、笑顔の人ばっかりですと、会えばみんな明るい希望に向かって、将来の夢に向かって一生懸命ね頑張ってる、ね、そういうね素晴らしい人たちの中に行けばいいわけですよ。そしたら自分だってそういうふうに生きられるわけです、ね、だからもし幸せになりたいと、ね、まあ、全ての人は幸せに生きたいんだと思うんですけど、一番幸せになりやすい場所に素直に移転すると、ね、なんか政治に期待して、ね、今自分たちが住んでるこの場所もね、政治がなんとかしてくれるんじゃないかと、なんとか党がなんとかしてくれるんじゃないかと、ね、首相の誰々がなんとかしてくれるんじゃないかって、そんな変な期待するんじゃなくて、ね、憲法で認められてますから、ね、あの公共の福祉に反しない限り居住移転および職業選択の自由を有する、どこに住んでもいいですよと、移転してもいいですよ、職業はあなたが選んでいいんですよと、だったら、ね、素直に一番幸せになりやすい場所に素直に移転すると、そしたら一番楽に簡単に幸せになれるというお話です。はい、今回もあなたのとても貴重な時間にてこの動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。はい、通信です。もしこの動画に使用したこの資料が欲しいというご要望がありましたら、本日18時に配信予定のメルマガにて無料で差し上げたいと思います。なので、もしご希望がありましたら、この機会にメルマガをご登録ください。よろしくお願いいたします。